幕内復帰。はい、皆さんどうもこんにちは、海田です。今日は大相撲初場所千秋楽ですね。この動画もついに千秋楽まで来ました。今日朝乃山の相手は宮城野部屋の北青鵬、2メートル180キロを超えているという、もう何から何まで規格外な力士です。今日朝乃山勝てば14勝ということで、幕内復帰、まあ14勝あればという感じで、まあ、どうなるのかなと思って見ていました。まあ、この北青鵬という力士、とにかくでかくて腰も高いんですが、なかなかね、寄り切るというのは難しい四つになって、というのも腰が高いので手も長いし、こう回し引っ掛けられてね、回しをこうグッと上に引っ張り上げられちゃうと、なかなかこう前に圧力をかけられないということで、まあ朝乃山そこをどう攻略していくのかなと思って見ていました。さあ、立ち合いですね。立ち合いはお互い右四つにバシッと組みましたね。まあ朝乃山の方がいい立ち合いしてたと思います。で、そのままね、朝乃山右四つ、今日はね、左の上手も早かったですね。まあこれだよね。この上手すごく大事。まあ上手かなり深いんだけどね。もうちょっとこう浅く取れたらなって思うけども、まあとにかく今日は取れました。そしてそのまま胸を合わせて右四つでガンガン寄っていきますが、北青鵬もこの下手一本でね、土俵際でやっぱ残るんですよね。粘る。腰が高くて、回しをね、相手の回しをぐっと引っ張り上げるから、これね、出れない。朝乃山も出れずに、ちょっとどうするのかなーと思ってたら、相手のね、腰がぐっと上がったところを今度はね、左の上手から、出し投げをしましたね。これはいい出し投げでした。体をしっかりと開いて、足も開いて、出し投げてるね、足の開きがすごく大事なんですよね。あとこの肘ね、肘を開かない。肘を固定したままグッと回すと。もうこれができていました。足の動きと肘が、これができていたので、このね、出し投げがしっかりと決まって、そのまま、まあ最後はまあ寄り切りかな、という感じでした。うん。今日はすごくいい攻めだったんじゃないかなと思います。まあ、立ち合いがね、ちょっとね、上手がいつも深いんだけど、そっからでも流れはね、すごく良かったなと思います。まあ、何はともあれ、これで14勝としました。まあ、昨日優勝は決めてたんですけどね。今日これで、まあ、幕内、復帰できるんじゃない？多分。まあまだね、番付発表じゃないので確定なことは言えないんですが、まあほぼ14勝1敗できるでしょうと。まあ朝乃山さんも勝って当たり前と、もう全勝しなきゃっていうプレッシャーもあったと思います。その中でね、まあ1回負けたとはいえ14勝上げたっていうのは本当にね、立派だと思いますね。元大関とはいえね、うん、これにより来場所おそらく返り入幕、まあ幕内の下の方になると思います。となるとね、まあ気は早いんですけども、来場所の幕内優勝っていうものも、まあ対戦相手が対戦相手なんでね、下の番付の方なので、まあ見えてくるのかなと思いました。まあちょっと気が早いけどね。はい、この朝乃山速報も15日間、まあ初日はできなかったんで14日間、本当に毎日僕の中でも頑張りました。朝乃山ファンの皆さん、この動画を見てくださってる皆さん、本当にお疲れ様でした。そして今日8時から YouTube ライブするので、そちらもぜひ見てください。またね、今場所のまとめの動画とかも上げようと思うので、そちらもよろしくお願いします。ということで終わり。アディオス。